おはよう、こんばんは。不登校チャンネルの春です。この間ね、起立性調節障害っていう話をしたんだけれども、自律神経失調症って聞いたことあるかな？自律神経っていうのは、こう人間が無意識のうちにでもこう動くことね、心臓の拍動とか、それから消化管のこう電動運動とか、それから呼吸、そういうのは自律神経がやってくれてるのね。だけど心理的なことも影響するよね。こう運動したりするとはっはっはっとかっていうのは自律神経の働きなんだけれども、なんかちょっと辛いことがあったりするとため息をつくとか、そういうふうに自律神経とそれから心の問題っていうのは起立性調節障害と同じように深く関わりがあります。だから自律神経失調症っていうのは、おそらくは心の問題がそういうふうにこう体に影響を及ぼすんだよね。心臓もドキドキすることあるよね。素敵な彼氏彼女、それから大好きなタレントね、ジャニーズ、女の子だったらジャニーズ、男の子だったら AKB とかね、そういう人ともしも街の中で出会ったりするともう心臓バクバクしちゃうよね。自律神経は自然にコントロールしてるんだけれども、それをコントロールできない時あるよね。それが自律神経をコントロールできない状態のことを自律神経失調症って言います。短い時間で収まる場合あるよね。まあ、例えばとっても素敵な人を見るとドキドキするけれども、その場を離れたら正常に戻るとかね、嫌なことを言われたらドキドキするけれども、その人がその場からいなくなると正常になるとかね。あとはこうパニック障害っていうのもあるんだけれども、電車に乗ったら心臓がドキドキしちゃって電車に乗れなくなるとか、そういうのも自律神経失調症って言います。すごくホルモンに影響されるので、思春期の頃にそういう自律神経の働きが弱ることが結構ままあります。それから、更年期、例えばみんなの両親ぐらいの年齢になってくると、女性も男性も更年期を迎えます。そうすると思春期のことは逆に、思春期は今まで出なかったホルモンが出始めて起こるんだけれども、更年期っていうのは逆なんだよね。逆バージョンで今まで出ていたホルモンがだんだん出なくなってくることで自律神経の働きが悪くなる。対処法はもう過ぎ去るのを待つしかないんだけれども、やっぱり体を動かしたり、その心の置き所だよね。心の置き所を、今その心臓がバクバクしたりとか、それから気持ち悪くなったりとか、そういう自律神経の働きが悪くなる場所から一旦離れる。それしか、まあ、方法はないんだけれども、一部お薬でね、改善できることもあります。そういうのはみんなやっぱり心療内科とか、思春期の子だったら思春期外来とか、そういうところに行って調整をするっていう方法をが一番多く取られる方法だよね。あとはもう自分でコントロールするしかないなって思ったら、やっぱり散歩に出たり、それから散歩に出ることができなかったら、自分で自分の体をこう室内でもいいから鍛える、筋肉を鍛える。やっぱり筋肉ってね、すごいんだよね。筋肉を鍛えるとこう筋肉が電気を発する。その電気によってホルモンも活発に働くっていうこともあるよね。交感神経と副交感神経の働きを調整する能力っていうのも自律神経の働きです。だから交感神経が働いてる時ってすごく活発に体が動くんだけれども、心も興奮しちゃって敵もいないのに敵に向かって爆発するみたいなところがあるんだよね。仮想敵を作っちゃうみたいなね。で、副交感神経っていうのは眠る時に
よく分泌されるホルモンなので、心が穏やかになる。心を穏やかにしたいなと思ったら静かな音楽を聴くとか、その前に体を一旦興奮させて、よく動かして交感神経を活発に働かせた後、静かにお茶を飲んで読書をしたりすると副交感神経の働きも良くなります。ちょっとそういうのを頭の中に入れておいてもらえると、こうね、胸がざわざわしたりした時の対処法になるかなって思います。ではまたね、また今度会いましょう。